写真拡大。ヤクルトは20日、神宮球場で阪神と練習試合を行い、7対2で勝った。新助っ人のエスコバーが2打数2安打1打点、村上が敵陣2塁打を放つなど、2桁安打で効果的に得点した。当初開幕カードだった両チームの練習試合は21日、22日も実施される。ヤクルトは2回、阪神の先発西勇輝を攻めた。先頭の塩見が右中間三塁打。一試合後、エスコバーが左翼線敵陣二塁打を放って先制。中村が四球を選んだ後、上田が左中間に2点二塁打を放って、この回3点を挙げた。5回には西一塁の場面で村上がエドワーズから右中間敵陣二塁打を放って1点を加えた。さらに7回、途中出場の西田が阪神の D6 位小川からソロ本塁打を左中間に運んだ。特別ルールで行われた9回裏にも2点を加え効果的に得点した。投げては先発の清水が2回1安打3奪三振無失点の好投。2番手のドラフト3位ルーキー杉山が2回2安打1失点、3番手のドラフト4位ルーキー大西が2回無安打2奪三振無失点、9回は6番手の長谷川中輝が三者凡退にまとめた。阪神は4回、マルテの四球、ボアの右前打で無視1、3塁とし、続くサンズの三ゴロ併殺打の間に1点を挙げた。7回には上本の右肘で2点目を挙げたが及ばなかった。6番左翼で出場した福留は3打数3安打の活躍。先発の西勇輝は3回を5安打3失点だった。片倉直文、片倉。